今回の教えて異性会は異性会国際総合病院の小児科からダウン症候群についてご紹介します。こんにちは、異性会国際総合病院小児科の戸川です。今回はダウン症候群の内分泌疾患、特に甲状腺疾患についてお話ししていきたいと思います。ダウン症候群の患者さんは様々な内分泌合併症に注意が必要です。中でも甲状腺疾患はダウン症候群の子どもが成人するまでに 30% の割合で発症するとの報告があります。甲状腺疾患には大きく分けて機能低下症、機能亢進症がありますが、機能低下症がより多く見られます。その中で先天性、生まれつきの機能低下症はダウン症ではない子どもと比べて30から50倍の頻度で見られると言われています。先天性甲状腺機能低下症の主な症状です。甲状腺ホルモンは特に3歳頃までは脳の発達に重要な作用があります。治療のタイミングが遅れると知的障害の原因となるため早期発見が重要です。出生後、新生児マススクリーニングという検査を行っているため見逃される患者さんはかなり少なくなりましたが、それでも検査をすり抜けてしまう患者さんは存在します。そのため0歳の間は3ヶ月から半年ごとに血液検査で甲状腺機能をチェックすることが望ましいとされています。次に後天性甲状腺機能低下症についてお話しします。後天性に関しては自己免疫疾患が原因であることが多いです。ダウン症候群では自己免疫疾患もダウン症ではない子どもと比べてより多く発症するため、自己免疫性甲状腺機能低下症、いわゆる橋本病にもかかりやすくなります。橋本病は一般的に女性に多いのですが、ダウン症候群では男女差はありません。これらは血液検査で診断されますが、体の変化でも診断の助けとなることがあります。身長の伸びがある時点から急に悪くなる、体重増加やむくみが出現する、これらの症状が見られた場合は小児科や総合内科を受診することをお勧めします。次は治療についてです。甲状腺機能低下症は先天性後天性にかかわらず、何らかの原因で甲状腺ホルモンがうまく働かない病気です。レボチロキシンという薬を1日1回内服することで体に足りない甲状腺ホルモンを補充します。血液検査でフリー T4、フリー T3、TSH と呼ばれる数値を見ながら、その値がちょうど良い値に収まるように薬の量を調整していきます。ダウン症候群の方は TSH が少し高くなりやすいことがあるので注意が必要です。薬を1回飲み忘れたからといってすぐに症状が出るわけではありませんが、検査結果に影響が出る可能性もありますので、毎日しっかりと内服しましょう。成長するに従い薬の量が増えていくこともありますが、冬には薬の必要量が増え、夏には少ない量でちょうどうまくいくなど、季節で薬の量が増減することもあります。体重の増減や便秘もしくは下痢などの症状が続く場合は、薬の量が適切でない可能性がありますので、かかりつけの医師に相談しましょう。以上、ダウン症候群の内分泌合併症、主に甲状腺機能低下症についてお話ししました。ダウン症候群では甲状腺疾患を合併することが多く、体重の変化や便秘、下痢が続いているなど、何か気がついたことがあれば医師に相談し、診察を受けましょう。今回のお話が皆様のお役に立てたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。異性会国際総合病院受診をご希望の方は、概要欄からお申し込みいただくか、こちらの電話番号におかけください。
ぜひチャンネル登録をお願いいたします。